はい、それでは3つ目のコンパスの設定に入ります。で現在、送信機と、機体の方はスイッチが入っています。最初のスタートはまずこの、いつものこのフライトモードスイッチを数回素早く動かします。そうすると今緑と赤のランプがついていると思います。でその状態をもう一回動かすと、緑の点灯に変わります。でこの点灯に変わった状態でカリブレーションを行います。一番最初に平行に回しますけども、この平行に回すときにこの緑のランプが早くフラッシュ点滅しますけども、それがゆっくりする点滅するまでゆっくり回します。今ゆっくり回りました。今度は起こして縦に起こします。でこの状態で、回します。同じように早く点滅しています。で今度は90度横に倒します。でこれでまた同じように回します。で最終的にこの緑の点灯に変わってしまうと、これが、カリブレーションコンパスがこれでできましたということになります。でこのまま下ろしていただきます。で一度バッテリーを切っていただきます。で再度つけていただければそれができます。はい、できました。でもし失敗した場合はこの今のフラッシュランプが先ほど緑の点灯に変わりましたけど、結局赤い点灯に変わりますので、それは失敗したという証になりますので、もう一度、最初からやり直しということになります。でこの、コンパスの設定をする場合は周りにできるだけ、金属あるいは磁気を帯びているようなもの、そういうものがない場所、できるだけ 5,6 メートル四方に何もないところで必ずやっていただくようにお願いします。以上でこれでコンパスの設定を終わります。